ふれる緑と豊かな流れの小猿川、美しき温泉街大滝。この昔特殊別鉱山で栄えた町、しかしその特殊別鉱山で採掘されていた石こそは幻の金属ヒヒイロカネの原石だった。北海道開拓時代、ヒグマや日本狼から人々を守るため、このヒヒイロカネで作られた鎧をまとって戦う男たちがいた。呪いの侍、人呼んで装甲侍。やがて時代は移り、世は平和、装甲侍は姿を消した。しかし今、神秘のレアアースヒヒイロカネの存在を嗅ぎつけた悪は大滝を狙う。今こそ蘇れ、伝説のヒーロー装甲侍。装甲侍、ラキオン。